岡本喜道作磯部の宿り阿公四十七子の復讐事件が元禄時代の人々を驚かしてから約三四十年の地の享保の末である江戸の本所のある旗本屋敷に五六人の若侍が寄り集まった すすはきはもう二三日の後という師走の十日頃で、今夜の雪を呼び出すような生小売りの声が、長屋の窓の下を寒そうに呼んで通った。今夜は雪かな。この座の主人らしい侍が、大きい火鉢を抱え込みながら言った。主人といっても、ようようこの頃に晩入りをしたばかりの若い男で、 それを中心として火鉢を取り巻いているのも、皆主人と同じぐらいの年配の、近頃初めて番入りをしたか、まだ部屋済みかというような若い人々であった。雪かもしれない、と主人の隣に座っている一人がそれに答えるように言った。なにしろひどく底冷えがするからな。町人ならば、 ふぐじるという日だな、と、また一人が言った。常人でなくても、気候などはまいまい覚えがありそうだぞ、と、その隣にいるのが冷やかすように笑いながら言った。うまく当てられたらしいぞ、と、若い主人も笑った。いや、ひとごとでない。上はあんこう鍋、下ってはふぐじる、ねぎま。 みんな覚えのある仲間らしいぞ。ははは一同も声を揃えて笑った。いや、ふぐ汁などはまだ良い。この山本謎は、向こう両国のお得意だと聞いているぞ。ももんじいか。それはあまりに上品すぎる。おれきれきのゴミ分にも関かかわるぞ。みんなに笑われて、山本は少しむきになった。 いや、小め橋の上得意は、私の屋敷の中間どもだ。痩せても枯れても殿様と言われる主人公が、いかに悪食でも向こう両国まで箸を伸ばす勇気はない。私よりもこの船井は、信州で猿を食ったというぞ。なあ、船井。船井はそれを否認しなかった。彼は笑いながらうなずいた。うん。 少しばかり食ってみた。話の種に食ってみたが、どうもうまくなかった。肉が怖くて、なんだか少し渋いようで、あれはいけない。不内が恐れるようでは思いやられる。と、主人はまた笑った。いや、新州といえば、あっちの道中は随分寒かったろうな。江戸とはよほど違うか。 ふ内は何かの御用道中で中仙道を回って先月の末に江戸へ帰ってきたのであった。彼は主人の問いに対して顔をしかめながら答えた。そりゃあ寒い。新州寺はもう雪が降っていた。それでも新州は雪国だというので土地のものも冬をしのぐ支度が十分にできている。大岩家、くつかけ、軽井沢。 どこの祝宿の宿屋にも皆こたつができているから。風呂に入ってすぐにこたつに入る。それでまず一日冷えこった体の筋もだんだん緩むというものだが、常州寺へ入るとそうはいかない。新州ほどは寒くないのだが、朝間おろし、赤ぎおろし、毎日空っ風がヒューヒュー吹きまくるには並行する。宿屋も雪国ほどの支度がしてないから。 旅の者のには帰ってしのぎにくい。松井だからあんなかへ出る道中、あの時はずいぶん困ったよ。そんなに寒かったかと山本も顔をしかめた。上州にフグ汁やネギまはあるまいから、船井はいよいよ困ったろう。バカを言え。と船井は笑いながら相手を睨んだ。 お上品の我々だから食い物などはどうでもよいのだが、今の空っ風にはひどく悩まされた。空は晴れているのだが、どこからか雪がちらちらと飛んでくる。身を切られるというのは実にあの寒さだ。あれを思うと、こうして江戸にいるのはありがたい。いくら御用でも道中はこりごりだ。キコ、その道を歩いたのか 一人が聞いた。四ろなしに歩くような羽目になってしまった。と、船井は説明した。それというのが、こういうわけだ。知っての通り、今度の道中は私一人と中間一人、上下たった二人の旅だから、御用と言っても気楽なものだ。で、前の晩に松井田の宿に泊まって、 それからまっすぐに原市へかかってあんかへ出れば別に死いはない。高崎あたりで昼飯を食って少し足を伸ばせば熊谷までも帰って来られる。その道中期の通りに歩いてくれば間違いはないのだが、松井台へ泊まった晩に中間のやつめとつまらない相談をしたのだ。ここへ二度と来られるかどうだかわからないから、ついでに妙義へ参詣してこようではないか。 早朝にここを出発して妙義に登って、それから磯辺へ出てあんなかに泊まろう。二人はそういうことに相談を決めて、明くる朝は薄暗いうちに松井田を立って妙義へ登った。松井田の宿の者は驚いていたよ。何しろちっと旬外れだからね。十月以後に登山する者は少ないというのに。 我々の登山は十一月の半ばというのだから少し変わっている。それでも滞りなく登山して、妙義神社に参詣して、それから磯部の村に降りてきたのは、もうかれこれ七つ半で、冬の日は暮れてしまった。前にも言う通り、昼間からからっ風はヒューヒュー吹き通しているのだから、体はもう凍っている。足は疲れる、腹は減る。 こういう時なら猿の肉でも喜んで食ったろうが。と主人は笑った。まさか信州まで引っ返すわけにも行くまいし、そこらに野良犬でもいなかったか冗談じゃない。まったく困った。と舟井は真面目になって話し続けた。そればかりでなく、中間のやつがあんまり冷えたもんだから、 持病の仙器が起こって、もう一足も歩かれないと言い出した。これにはいよいよ困ったが、まさかに置き去りにしていくわけにもゆかない。読んどころなしに彼を解放しながら、どうやらこうやら磯辺の村まで入ったが、そこらには六ろ六くろくに人家もない。どこかへ行って湯でももらって飲ませてやろうと思って、薄い川の淵をとぼとぼ歩いていると、 かなりに大きい胃腸の木の下に、一軒のわらぶき屋根が見えた。近寄ってみると、なんだか小さい胴のようなものだったが、この場合に難しい注文を言ってはいられない。私は中間の手を引っ張るようにして、その胴の前まで行き着いた。これからが話だ。聞いてくれ。 私は外から二三度声をかけると、十二三の男の子が二人出てきて、お師匠様はお寺参りに行って留守だという。何しろここに病人がいるから、湯でも水でもくれないかというと、子供たちは炉にかけてある夜間から左右をくんできてくれた。私は腰から陰炉を取り出して、中間に薬を含ませる。湯を飲ませる。これでまず掘って と一息つきながら、あたりの様子を見回すと、小さい胴の中は双間ばかりで、入り口の四畳半には三尺ばかりのいろりが切ってある。奥は六畳ぐらいで、隅の方に古い天神机のようなのが七つ八つも積んである。その他には大きい仏壇が目についたばかりで、これぞというちょうどの類もないらしかった。お武家様 おむかろう。うちへ上がって火におあたりなされ。と、子供たちは親切に言ってくれた。その親切を喜ぶよりも、私はその子供たちの行儀の良いのに少し驚いた。ここらの子供にしては行儀も良い、物言いも正しい。田舎の子供を馬鹿にはできないと思いながら、私は子供に聞いてみた。ここのお師匠様は何という人だ ゆうけんさまと言い,います。それは、あそぶという字と、けんそんのけんの字だと、子供は畳に書いて教えてくれた。そのゆうけんという人は、どこへ寺参りに行ったと聞くと、近所のしょうがん寺へ行ったという。しょうがん寺というのは、この磯辺村でも古い寺で、ささき森綱の墓があると、子供たちはさらに教えてくれた。 お師匠様は手習いを教えるのかと、私は奥に積んである机を見ながらまた聞いた。はい、神磯べと下磯べの村の子がみんな手習いのお稽古に参ります。お師匠様はよく教えてくれるかご親切によく教えてくださります。子供たちは自分の手本を出してみせた。 筆跡はなかなか見事なものだ。これならば江戸でも立派に手習い師匠の看板がかけられると思った。お師匠様はいくつぐらいだよくは存じませぬ。大方は六十を超えていられましょう。子供の物言いが正しいのを聞くにつけて、その師匠が平勢のしつけ方も思いやられて、私はなんだかその ゆうけんという人物が懐かしいようにも思われてきた。近所へ寺参りに行ったというならば、そんなに暇取ることもあるまい、もう少し休息していて、その人に会って行きたいような気にもなった。いや、断っておくが、その師匠というのは、美しいまではない。男の坊主で、しかも六十を越しているのだ。 気候らのような連中に話して聞かせるときには、それをよく断っておかないと、とんだ勘違いをされて困る。いいかね、男のじじいの坊主だよ。子供たちは病人をいたわって、いろりのそばへ来いとしきりに言うので、中間だけはとうとう上がり込んだが、私は主人の留守を遠慮して、やはり上がり口に腰をかけながら、 子供を相手にその師匠の噂を聞くと、勇賢というのはよほど既得の人物らしく、千年この村中に悪い風が流行った時に、わざわざ高崎の城下から高い薬を買ってきて、角波に施してやったことがある。薄い川の水が溢れて、毎年一度はここらの田畑を浸されるのを、勇賢が発揮でその土手をすっ しっかり修復したので、その後はめったに出水の災難もなくなった。その修復の物入りは少なからぬ金額であったが、ほとんど有権が自分一人の懐から出したという。その他にも貧困で難重するものがあれば、金を恵む、米をやる。そういう慈悲善根は数うるに糸まがないというのを聞いて、 私はいよいよ感心してしまった。外にはまだ浅間おろしがヒューヒュー吹いている。薄い川のせの音が石に無線で寒そうに聞こえる。子供たちは土間に束ねてある枯れ枝を運び込んで、いろりの火を暖かに炊いてくれた。そのうちに藁草履の音が軽く聞こえて、師匠の勇軒が外から帰ってきた。 お師匠様、お帰りなされませ。子供たちは入り口へ出て挨拶した。私も立ち上がって一礼すると、勇賢は焚き火の光で私の顔をじろりと見たが、すぐににこやかに会釈し,した。家来が病気で左右書も望いたし、お留守のお邪魔をいたしておりました。と私は丁寧に言った。ほう。 それはご難儀。ご遠慮なしにゆるゆるとご休息なされ。と、勇犬は気の毒そうに言った。そうして子供たちに向かっても優しく言った。よう留守してくれました。もう日が狂る,るぞ。はよう帰りや。では、もうお糸間申します。と、二人の子供はおとなしく手をついた。お客様。 ごめんくださりません。師匠と客とに行儀よく挨拶して、子供たちは帰った。そこではお寒うござりましょう。まずこちらへお入りなされ。陰銀にすすめられて、私もとうとうわらじを脱ぐ気になった。ひとつには何分にも夕方の寒さがいよいよ身にこたえて。 さっきからいろりの前にかがんでいる中間がうらやましくなったからでもあった。もう暗くなりました。ゆうけんは仏前に灯明を備えて、それからすすけた安道にも火を入れた。私は初めて正面に向き合って、ゆうけんという人物の容体をよく見ると、なるほど年の頃は六十五六でもあろうか。 どちらかといえば小柄の痩せ型の方ではあるが骨格はなかなかしっかりしているらしく白い眉の濃い目の大きい口元のきっと引き締まった見るから人品の良い老人であった今こそ頭を反り丸めて雪の短い白木綿の衣服を着ているが昔は片着布もつけたことのある人物だということは 私にも一目で分かった。私も自分の身分を明かして、御用道中の戻り道だということを話すと、勇賢はいちいちうなずいて聞いていた。それはご苦労でござりました。して、今日は松井だから妙義へ登られて、その足ですぐここまで。それはさぞお疲れでござりましたろう。ご家来のご病気。 格別のご心配はござりませぬかな持病の先釈でござれば、さしたることもござるまい。新六、どうだはい、よほど楽になりました。と、中元は畳に片手をつきながら言った。しかし、見るところ、顔の色がまだよくないようでござるな。と、有犬は不安らしく言った。 ご覧の通り、もう日は暮れ果てました。次の宿のあんなかまでは一里あまり。この寒い夜風に吹かれては、途中でまたどのような悩みが起こらぬとも限りますまい。ご主人だけは一足先へおこしなされて、ご家来はここに一泊。明日の朝早く立って、次の宿で追いつかれてはどうでござろうな。 かような手狭なあばら屋ではござるが、幸い,いに夜のものもござる。暖かというほどではなくとも、寒くないほどの用意はいたして死んぜましょう。どうじゃ、そうなされては。かたじけのうござる。私はとりあえず礼を言った。まったく主人の言う通り、中間の顔の色はまだ良くない。 これからあんなかまで暗い夜道をたどっていって、途中でまたもや悩み出されては困る。いっそ主人の親切に甘えて、中間だけをここに頼んでいこうとも思った。そこで彼にそれを相談すると、中間もなるべくそう願いたいという。普段から中儀もの彼が主人に離れてここに居残ろうというくらいであるから、よくよく我慢ができないにそういない。 私は家来の世話を優軒によく頼んで、世のふけないうちにここを出ることにした。何分にもお願い申す。お案じなさるな。夜道は暗い。気をつけておこしなされ。優軒は門口まで送って出ると、風にあおられた落ち葉がはらはらと私の傘の上へ雨のように降ってきた。いや、 落ち葉の雨ばかりでなく本当の雨も混じっているらしかった。しぐれかなとゆうけんは真っ暗な空を仰ぎながら言った。いつの間にか大空はすっかり曇って耳を切るような寒い風がしぐれを運んできたらしい。私は傘の軒に手をかけながらしばらく立ち止まっていた。 これから次の宿まで濡れていくのも随分難儀だと思っていると、それを察したようにけんは呼び戻した。ひとしきりとは思うものの、この雨にぬるるはご難儀でござろう。ひっかえして晴れ間を待たれては。そういううちに雨はさらさらと音を立てて降ってきたので、私は猶予なしに再びうちへひっかえした。 一旦結んだわらじの紐をまた解いて、火の赤い,いろりのそばへ再びにじりおると、ゆうけんはやはり愛想よくもてなして、戸棚から硬かいかきもちなどを取り出して炙ってくれた。私もゆっくりと腰を据えて話し出した。失礼ながら、ごそうはご当地のお生まれでござるか。いや、と、けんは頭を振った。 お言葉の様子では中国筋の御人家ともお見受け申すがさように見えますかな有賢は寂しく笑っていたしかしどこの人間だということを自分の口からあからさまには言わなかった以前は武家でござるかと私はまた聞いた遠い昔には孤独をはんだものでござる いつの頃から当地へ移られた三十年余りの昔でござるよ。と、勇犬は静かに答えた。かような小さい堂を作って、朝夕には仏に栄光、昼は近所の子供らを集めて、読み書きなど少しばかり指南しておりまする。見れば見るほど気品のある老人で、 本人は悲鳴して孤独と言っているが、実は武家でも相当の身柄の人物であったらしく思われた。これほどの侍がなぜ浪人して、こんな寂しい上州の村に筆足するようになったのか。三十年余りの遠い昔のことでは、もちろん我々に判断はつかないが、おそらく主君の家、没落、それからに度の手取りをせぬという、 どんせい者であろう。そう思うと、私はいよいよその人がゆかしくも思われてきた。当地には何か知るべでもあって参られたかいや、さようのわけでもござらぬが、若い時に一度参ったことがござって、今の身には住みよさそうなところかとも存じたので、ともかくもここに落ち着きました。 他にはお見寄りもござらぬか。この通りの一人身。もっとも一人の娘がござったが。と言いかけて、ゆうけんはその額に小じわを見せた。他に縁づいてただいまでは恩信不通。幸せか不幸せか存ぜぬが、ともかくもまだ無事に生きているかと思われまする。 他に献俗はなし、それがしは、ここに余命を送って、磯部の土となる心でござる。外のしぐれはまだやまない。ゆうけんは静かに枯れ枝をいろりにくべていたが、やがて気がついたように、戸棚から薄い布団を持ち出して、そこに転がっている中間に着せてあった。 火に温まっていい心持ちになったらしい彼は行儀悪くそこで横になってしまった。まだやみませぬなあ、と、ゆうけんはかや屋根を叩たたく雨の音に耳を傾けているらしかったが、またおもむろに話し出した。かようなところに必足していれば、世の中のことも一向に存じませぬが。 お江戸はいよいよ繁盛でござりましょうな。ご府内は一年増しの繁盛。それはそれは目覚ましいことでござる。さようでござろうな。と、勇賢は頷いた。天下は太平。久保家お膝元はいよいよ栄えるばかりでござろう。春は上の飛日山の花見など。 定めて賑わうことでござりましょうな。主人は若い時に二度ばかり江戸へ出たことがあるとかいうことで、かなりに江戸の案内も知っているらしく、それからそれへと江戸の噂が出るうちに、ゆうけんはふとこんなことを聞いた。高輪のあたりは、やはり昔のままでござりましょうな。遠い昔のことは存ぜぬが、 手前が覚えてからはそのままでござるよ。増えたものは品川のメシモリジャヤぐらいのものでござろうか」と私は笑いながら答えた。千学寺は元のところにござりまするか。千学寺も一年ごとに山形が増すばかりで四重七市のお墓の前には千光の煙が耐えませぬ。 とりわけて今年の三月は会長と申すので、百日の間はおびただしい繁盛。寺の門前には休み茶屋なども軒を並べて、様々な積み物、飾り物、それを潮に歌舞伎でも儀士の芝居を興行する。方々江戸中の人気がここに集まって、よれば語れば元禄当時の昔語りばかり。手前も友達に誘われて、 戦学時の会長に一度参詣いたしたが、その繁盛には目を奪われました。武士の参詣はさのみでもござらぬが、江戸の町人、近在の百姓、ことに下町の娘子供は、花見か芝居見物かと思われるように着飾って、押し合い揉み合って先行の煙の前に集まってくる。その華やかさ、賑わしさ、なかなか口では尽くされぬほどでござったよ。 ゆうけんは黙って聞いていたが、やがて低い探索をついた。かの人々も、歌舞伎役者のように、娘子供にもてはやされようと思うていたのではござるまいに。それでも、武士として後世にあれほどの名を残せば、当人たちも本意でござろうが、さようかもしれませぬ。 ゆうけんはさびしくわらった。何にもせよ太平の世に四十四人が徒党を組んで皇家の屋敷に夜討ちをかける華やかな仕事でござったからのう。仙岳寺の噂はそれぎりでそのほかにも江戸の話がしばらく続いたそれからだんだんにこの土地の噂に移って 私はさっき子供たちから聞いた、ゆうけんが数々の慈悲善根のことを言い出すと、ゆうけんはただ軽く笑っているばかりで、別にお話申すほどのことでもござらぬと言っていた。こんな話に夜がふけて、私はとうとうあんなかまで踏み出すことができなくなってしまったので、家来と一緒にここで一夜を明かすことになった。いろりのそばの方が暖かいというので、 私は入り口の四畳半に寝かされた。主人と中間とは奥の六畳に眠った。行き暮れた旅人には快く宿を貸すことになっているので、二人三人の寝道具にはいつでも差し支えないと勇賢は言っていた。これも彼が前根の一つであるらしく思われた。一日の疲れで、 私は正体なしに寝入ってしまったが、明け方の寒さが襟にしみて、ふと目を開くと、まだ開けきらない薄暗い部屋には、仏壇の灯明がかすかに灯っていて、早起きの主人はその仏壇の前にうやうやしく礼拝していた。既得の同心者だと私は思った。夜が明けると、雨はもちろん、風もすっかりやんでいるので、 私は喜んでここを立った。中間ももう治ったと言って元気よくわらじを履いた。出るときに私は心ばかりの供え物をしたが主人は固く辞退して受け取らなかった。そのときはそれで別れてしまったのだが江戸へ帰ってから番長のおじにその話をするとそれはきっと 王の黒兵衛に相違ないというのだ。王の黒兵衛何者だ聞いている若い人たちは、その人の名をすぐには思い出せないらしかった。赤王の過労さ、と船井は説明した。うん、そうそう、と皆もうなずいた。 大石の仇討ちに加わらなかった人物だな。そうだ。おじは若い時に一度、その王の黒べに会ったことがあるので、その人相から年齢がちょうどその大野に符合しているというのだ。ことに磯部には浅野の匠みの,の飛び地が三百石ほどあったそうだから、その縁故で、大野は阿を退天の後にあそこへ引っ込んだのだろうということだ。 なるほど、そんなことかもしれない。おじは大変に残念がって、お前はそれを知らなかったから仕方もないが、もし俺だったら、その場で不中ものの王の黒べえ目を一刀に切って捨てたものを、と言っていたよ。気候のおじごなら、そのくらいのことをしかねまいな、と若い主人は言った。本当に。 おじでなくって幸せさ。と、ふないも言った。たとえそれが王の黒兵衛だということが、そこですぐにわかっても、私は彼を切る気にはなれない。どうして、あの善人を。どの人も黙って考えていた。それから十四五年たった。 船井は新州寺へ二度目の御用道中に出ることになった。その帰り道に再び磯部を訪ねると、道の主人はもうこの世にはいなかった。村の人に教えられて昭願寺へ参詣すると、大きい桜の木の下に新しい立派な石碑が建てられていた。日の表には、地毛有権墓。 と掘ってあるばかりで、その俗名を記してなかった。もちろんそこには、仙学寺の会長のように、華やかに着飾った娘子供などの姿は見えなかった。積み物も飾り物も見えなかった。ただ、正直そうな村の人が一人、草花を捧げて、一心に拝んでいるのを見た。